ブブキブランキは3次元制作による日本のアニメ作品。テレビシリーズとして2016年1月から3月にかけて放送された。第12話放送時に CM にて続編制作決定が発表され、10月から12月にかけてブブキブランキ生の巨人のタイトルで放送された。3次元10周年記念作品。和ズ夫妻と まもなく六歳になるその双子の兄弟は天高く株、かぶ、冬島、宝島で、ブランキという巨大生命体を監視するという宿命を、背負いながらも、他に人がいない自然豊かな環境で、のびのびと平和に暮らしていた。しかし、ブランキ対策の責務を負っている、母親のなぎさの容態が悪いのを思いっぱかった、妹のカオルコが母を助けようとブランキ、オーマイを起動させようとしたことで、 大量のブランキが暴走し、さらに空から、たくさんのブランキが降ってくる事態に陥った。渚は自らは宝島に残り、ブランキを食い止める責務を、まっとうし、夫と子供を、大前と共に、自らの生まれ故郷である地上に避難させた。しかし、大前と他のブランキが、東京湾に落下した結果、東京は甚大な被害を受け、万流霊、陽子の情報操作によって、 渚は、魔女として、東京を破壊した国に仕立て上げられてしまった。10年後。双子の兄である、かずき東は母親を救うべく、世界各国を放浪していたが、幼馴染みの浅吹黄金から手紙をもらい、10年ぶりに、日本に帰国。その日はブランキが、東京湾に落ちた、慰霊祭の日であった。しかし、東京に到着すると、武ぶき警察に捕らえられ、 魔女の息子呼ばわりされながら、大前の心臓のありかを尋問される。それに全く心当たりがない東だったが、パトカーで彼が連行されるところを目撃した黄金によって、脱走に成功。彼女から野のヒイラギを紹介される。ヒイラギから大前の行方が分かったと知らされ、ええー、ようの手下である、マトバイ修作の攻撃をかわしながらその場所へ向かうと、 そこには骨だけになった、大前が拘束されていた。主要人物主要人物の家族万竜霊洋子門派、万竜霊洋子と彼女に忠誠を誓う四天皇。四天皇は、全員が、炎帝の手足に該当する武分機使いであったが、24年前の戦いで代々受け継いできた武分機を、喪失しており、他の武分機使いから奪った武分機を使用している。ロシアチームと同様、 テラシネげきはに動き出したチーム。当初は、心臓が稼働しておらず、そのため東の持つオーマイの心臓を付け狙ったがエピゾの判断により撤退。その後は、エピゾ個人は東に対して、好意的に接している。2期の終盤では、デウスマグナに挑む、東らに協力する。ギートの決着の後、エピゾの、メガララの心臓を動かす手段を探して5人で旅を、してる。 アメリカチームと同様、デラシネ激破後に動き出したチーム。当初は心臓が稼働しておらず、そのためデラシネの心臓や東の持つ大前の心臓を付け狙いいずれも失敗するが、結界が解除された宝島に上がり、心臓を手に入れる。その後、ギーによりリュドミラたちを洗脳された上で心臓のみのブランキ運用の実験のために台湾に現れるが東たちに敗北する。 戦闘後、マクシムは改心するも、彼の反逆の目論みは露見しておりよう済みとばかりに、全員始末される。レティシアとその執事たちで構成されており、モーゼスをはじめ全員レティシアに対する忠誠心は高い。レティシア・モーゼス以外は2機からの登場。カオル子たちが、要塞島から脱出時に、レティシアを含めて全員デモクラティアにより拘束される。後に解放され、エピメウで、 東やエピゾラの前に現れるがレティシアが死亡する。アメリカチームに自身らのブブキと共にレティシアの思いを託した。リュウキ以外は星の巨人からの登場。リュウキ以外のブブキ名はカオルコが名付けた。カオルコが炎ミカに乗ることになり、リュウキにチームは変換されるが、東たちに霊陽光を取り戻された後、隠れがを襲撃。 手足の負荷を考えずに戦う隆起に、楽しみをはじめ手足全員が反旗を、翻しデモクラティアに反逆した。その後、デウスマグナを眼全にする楽しミラのもとに、隆起が現れ、彼が謝罪することによりひとまず、チームとして復活。デウスマグナに挑む、東らに協力する。ブブキブランキ心と右手をつなぐラジオマイナスの、タイトルで、響きラジオステーションにて配信されていた。 初回は、プレ配信で、2016年1月11日から3月28日まで、毎週月曜日に更新、同年4月18日から9月19日まで、月1回月曜日に更新、同年10月3日から12月26日まで、毎週月曜日に更新された。パーソナリティは、小林雄介、小沢ありが務める。ありがとうございます。